さあ続きましては中山雅史さんね、もう皆さんの中ではね、ゴンさん、ゴンさんというような愛称で親しまれていると思うんですけども、まあ、中山さんもね、同じ静岡の先輩ということで、まあ、中山さんもね、非常にどういうのかな、皆さんよりは僕は早く接してたと思うんですね。まあ、静岡ではいろいろなね、言いましたように大会やフェスティバルが多かったので、僕は初めて中山さん見た時は高校2年生の時かな、中山さんが。で、まあ、中山さんといえばね、もう本当にこう、なんていうのかな、お祭り男といいますか、もう明るい性格でね、お祭り男といいますか、もう本当にセンターフォワードにはもってこいの性格なんですよね。あのサッカーにはやはりこうそのポジションに必要な性格っていうのがあって、よく言われてるのは、もう本当センターフォワードやるような人っていうのはもうある意味能天気で、もう楽天的でみたいな形で、もう 2,3 本シュート外したところで気にしてるようなやつじゃ務まんないってよく言われるんですよ。で、だからもう本当にそういう明るいキャラクターというか、あまりこう深く考えないキャラクターというか、そういう人がセンターフォワードには向いてるんだってことをよく言われるんですけども、中山さんともそれぴったりなんじゃないかなって思うんですよね。あの、全然考えてないってことを言ってるんじゃなくて、もうとにかくこう明るいキャラクターっていうんですかね。例えば90分ある中で、89分死んでても残り1分で仕事をすればヒーローになれるのがセンターフォワードというポジションなんで、まあ本当にね、そういう意味では中山さんって非常にこう、なんていうのかな、もう生まれ持ったフォワード気質といいますか、じゃないかなっていうふうに僕は思ってるんですね。でも実はその長谷さんって身体能力が非常に強い、高いっていうのもあって、まあ、あのヘディングもね非常に強いということもあって、実はそのディフェンスをやってた時期というのもあるんですよね。大学の時だったりとか、大学卒業して間もないぐらいかな、ヤマハにね、ジュビロの前身になりますヤマハに入団した時なんかでも、あのディフェンスをねやってるところもね、いくつか見たことがあるんですよね。でディフェンスやらしても非常にねこう強いですしね、まあ、いわゆるこうオールラウンドな、あの中盤とかはまあできないと思うんですけども、前か後ろだったらもうできるというようなね、だからフォワードだけじゃなくてディフェンスとしてもおそらく対戦なさってたんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。でもうあの中山さんの印象といいますとですね、あの中山さんであの筑波大学に行かれてたんですけども、筑波大学時代に井原さんとあれなんですよね、確か同級生だったんですよね。でチームメイトであったんですけども、非常にこうなんていうのかな、あのライバル視してる部分が強かったってことを聞いたことがあるんですよ。で僕はあの井原さんの時にお話しさせてもらったと思うんですけど、井原さんってものすごいクーパー層を走るっていうね、あの話をしたと思うんですよ。12分間走なんですけども、で実はね、中山さんも井原さんに負けないぐらい走ってたらしいんですよね。でクーパーって言ったように12分間でどれだけ走るかだから、もう自分との戦いのはずなんですけど、もうなんか2人でガッチガチただ走ってるだけですよ。ドリブルしてるとかじゃなくて、12分ただ走ってる、グラウンドぐる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 走るだけなんですけども、そこでもなんか張り合ってて、もうなんかこう12分間走るだけでもガッチャンガッチャンやりながら走ってたっていうことをね聞いたことがあって、もうそのぐらいなんかこう、なんていうのかな、負けず嫌いだったっていうかね、練習の段階でもあいつには負けたくないみたいな感じのものをね持ちながらやってたのかなっていうふうに、あのもうこれは実際僕は見たわけじゃなくて聞いた話なんで、なのかなっていうふうに思ってたんですけども、まあそのぐらい、そうなんていうのかな、強いライバルチームというかねっていうのをこう井原さんに対して持ってたっていう話をね聞いたことがあるんですよね。まあでもあの時はね、その同じチームメイトとしてね、やはりあのフォワードとディフェンスとして試合に出られてたから良かったなと思うんですけども、あのままディフェンスでもし井原さんと同じディフェンスのポジションを争ってたらとんでもないことになってたかなというふうに思うので、中山さんはね前の方やっていただいて良かったなと思うんですよね。で本当に最終予選のところでね大活躍なさいまして、もう本当に中山さんというものがスポーンってこう世にね、脚光を浴びるような形で出るわけですけども、まあ、そこからのね、
活躍というのはもう皆さんね目にしたままだと思うんですよね。まあギネスブックにもね載ってますしね。非常にこう得点力のあるもう体を張れる守備なんかもね非常にこう労を惜しまずにディフェンスもするっていうね、もう本当にこうなんていうのかな、一緒のチームで、やるって考えた時にはものすごくやりやすいフォワードだなっていうイメージなんですよね。やっぱりこうなかなかこうディフェンスまでね一生懸命やってくれる、フォワードの方っていらっしゃらないんで、まあ、そんな中でいうとやっぱり中山さんってね非常にこうなんていうのかな、妥協せずにねプレーできる一人だったなというふうに、思っております。で僕ね中山さんとの思い出で言うと、これね昔日本代表のちょっと下に日本なんか B 代表っていうような呼ばれ方だったり、日本選抜みたいな言われ方だったりするようなカテゴリーがあったんですよね。で僕中山さんとか、まあ、チームメイトだった神野さんとかと一緒にそのチームで確かね香港かどっかに遠征した時のことがあってのことを覚えてて、でもう遠征していくつか試合してもう翌日日本に帰るっていう時に中山さんと神野さんと3人でもう最終日なんでっていうことで夜ちょっと街に出かけたのを覚えてるんですよね。でもう翌日は練習もなくて帰るだけなんでっていうことで、まあ非常にね厳しい遠征でしたから最後ぐらいちょっとこう息を抜こうみたいな形で香港の街に繰り出していったのを覚えてて、で、まあ、神道さんも中山さんもお酒をね お飲みになってて、で僕はお酒飲めないんでずっとこうシラフのままこう2人も行くところにずっとついてったんですけども、もうなんかね向こうでいうなんかこうなんだろうねクラブみたいなところかないうようなところに行ってもお酒入ってるのもあるんですけども、向こうの現地の女性とかに平気で声かけるんですよね。あの方もう多分山田さん覚えてらっしゃらないと思うんですけども、もう時効なんであれなんですけども、もう至る所にその辺にいる方たちもう男だろうと女だろうとみんなに声かけるんですよ。あ、この人グラウンドの外でもこんな感じなんだなと思ってて、でそれに負けずと神野さんもついてってお酒が入ってるのもあってみんなでもう気がついたらですね全然知らない連中10人くらいと飲んでるんですよ。言葉も通じないような人たちと、すげえなこの人たちと思って僕はもうあっけに取られて見てたのを覚えてるんですけども、そしたら逆に僕は中山さんにお前酒も飲まずによく俺たちにこんな時間まで付き合うなって、逆にお前すげえなって言われたのを覚えてるんですけども、そんな感じでね結局グラウンドの中でも外でもこの人はね何て言うかな着飾ってる姿じゃなくてもう嘘偽りなくもこれが素のままこの人なんだろうなっていうふうに感じたのを覚えてますね。もうどこの国に行っても全く知らない人とでもすぐに仲良くなってお酒が飲めるみたいな、もう本当にそういうなんかこの人は生まれた時からこういう明るい星の下に生まれてきた方なんだなっていうふうなことをね非常に覚えてますね。でまあね、最終予選で大ブレイクしてもうね大スターになって日本に戻ってこられて、まあ、その後ね中山さんもね結婚するわけですけども、で、まあ、これはねちょっと僕も聞いた話で真相は定かじゃないんですけども、まあ生田智子さんというね、女優さんと結婚なさるわけですけども、で当時ねジュビロのコーチだったり監督をやってたのが長澤さんっていうね、まあ、僕ら静岡の中では非常に有名な方なんですけども、元ジュビロにいたヤマハね発動機の方でプレーしてた方なんですけども、の生え抜きの方がまあコーチとか監督をやってらっしゃったりしたんですけども、そのね長澤さんっていう方の娘さんがね長澤まさみさんなんですよね。女優の長澤まさみさんで、でまあ、これはちょっと本当かどうか分かんないんですけども、実はその長澤まさみさんっていうのをの可愛さというかそういうのを見抜いて芸能界の道筋を立ててあげたのが生田さんだっていう話を聞いたことがあるんですよね。生田さんがその事務所の方に話をして、まあね、
スカウトさせたとかさせないとかっていうような話をちょっとこれ本当かどうか分かんないんですけどもね、なんかその長澤まさみさんの才能を見抜いてたのは生田智子さんだっていう話を聞いたことがあって、ですから、ね、それがもし本当なんであれば今のねもう本当に大スターとして活躍なさってる長澤まさみさんのねゴンさんの奥様がいらっしゃらなかったらね今の長澤まさみさんもいなかったかもしれないというね、ことになるわけですから、非常にこれもね面白いエピソードだなというふうに僕はね聞いておりました。でまあね中山さんも今テレ朝の方とかをね中心に、まあ、コメンテーターであったり解説であったりというような形の活動をしている中で今でもね沼津の方で、プレーをなさってるとね、いうような話もね聞いておりますし、たまにテレビなんかでもね、拝見しておりますので、まあいつまでもね本当に元気でなんかもうこうやんちゃ坊主みたいなね本当に大先輩ですけどもような形でこういつまでもボールをかけててほしいなっていうふうにね思いますね。もうなんか草サッカーレベルでもいいからもうなんかこういつまでもなんかこうボールをかけててほしいなっていうふうに思わせてくれる先輩の一人だったのが中山さんだったなっていうふうに思っております。同じね静岡の先輩でもございますし、本当にね良くしていただいたのをね今でも非常に強く覚えております。